カトリ神社は埼玉県久喜市城川崎479に所在する神社である。このカトリ神社はかつての北勝鹿郡桜田村の村舎の一つであった。祭礼は10月19日となっている。1914年4月16日に合詞が行われており、五福島社、古六社、日枝社、カトリ天神社が集められている。境内施設として本殿。 鳥居、灯籠、力士、境大者、上川崎集会所、香取神社天満宮改築記念碑と掘られた、石碑、香辛島と掘られた、石碑、青年混合、第六天と掘られた、石碑、三郎大権元と掘られた、石碑、八海三神社と掘られた石碑、御嶽大臣と掘られた、石碑、弁財天と掘られた石碑、猿伝飛行大神と掘られた、 石碑、水道、倉庫、防災行政無線、ブランコ、鉄棒、滑り台、ジャングルジム、オリエンテーリングのチェックポイント、杉の木、ケヤキの木、桜の木、牧、椿、ツジ、アジサイ、シュロ、ヤツデ、青木、水仙、竹林などである。またこのカトリ神社は、薬王院に隣接し、相互に、境内地内にて往来することが可能である。また、 古くには、満作という行事が、神社の所在する上川崎で7月10日と10月19日に行われていた。これは、青年団員を中心として、川崎外話クラブというものを組織し、東日取神社のほか、現在の札手市の不動様や、八幡様に赴くというものである。段物に、お飯長江門、細田川、笠松峠、白松粉屋などの曲目があり、 伊勢温度、口説きなどの手踊りがある。行事としては1931年1932年頃より5年ほどが前世であり、1945年頃以後は行われていない。ありがとうございます。